お疲れ様です。バーナードです。今日は中目黒に来てます。今日はね、友達の展示、中目黒のギャラリーで、友達2人が、写真とイラストの展示をやるっていうことで、ちょっと中目黒まで来てます。で、今日風もめっちゃ気持ちよくて、ちょっと風強いぐらいですけど、まあ、明日ゴールデンウィーク最終日、もうあの雨が降っちゃうんで、もう今日のうちに出かけてる感じです。お、すごい道が細い。じゃじゃーん、ここですね。このわ、めっちゃかわいい。ギャラリー自体がすごいかわいい。日常展っていう感じでやってますね。いやー、いいですね、すごい。こんにちは、こんにちは。すごいかわいいギャラリー。うわ、すごい。全部おすすめ。お久しぶりです。お久しぶりです。こんな、中目黒のめっちゃいいじゃない。わかわいいわ。おすすめフリーペーパー。おすすめこれはペット情報みたいな。ペット情報、でそれは何ですかって思うじゃないですか。メニュー紐が始まって蕎麦屋の宣伝です。なるほど。でもめっちゃいいんですよね、近くの。わあ、いいね。緑の丘みたいな。で、ちょっと行ってみたくなる。確かに。この辺はフリーです。あ、いい。フリーです。すごいいいね。やばくないですか？シェイクアート。なんか黒が特徴的ですね、それ。あ、本ですか？なんで、芸名みたいな感じで。あ、そうですか。お声は大丈夫ですか？全然大丈夫。なんかいろんな国のっていうか、アフリカ布とかも今やってたりとかするかもしれない。やっぱ布すごいなんかこだわりを感じる。そうですね。でも本当好きな布をただ集めてるんですね。インドのブロッコリーとのとか、メキシカンドビキ。これがフランス。中国の方 の、あの、ご夫婦がやってるテキスタイルブランドがあって、そこの生地がすごくかわいい。めちゃくちゃかわいい。これいいですね。蛍光が入ってるのがめちゃくちゃ大変、これはちなみにこれはカンタって、あの刺し子ですか、なんか日本で言うと多分刺し子っていうか、はい、生地をもっと長く使うためにこういっぱい重ねて、多分この人がテレビに行ってスペアしている、こういう生地、本当歯切れのセットがちょうど売ってたんで。あ、売ってるんですね。あ、そう、歯切れのセット売ってたんです。で、ちっちゃいんですよ、全部そのパーツが。でもそれをちょっといろいろこう組み合わせを考えて。ハッスルがこうついてたりとか、ポンポンの子もいたり、持ち手もめちゃくちゃ可愛い。これは、でも入れ替えられますか？これなんて言うんだろう、なんとかテープっていうのかな。なんとか、確かになんだろう。すごい、でも全部個性が、個性が分かって、ガラガラガラ大好き。柄色大好き。柄色最高。すごいですね。組み合わせを楽しんで。そうですね。もうこの辺とかはもう組み合わせは本当に一点物って感じで。ふわふわしてるの分かりますか？なんかちょっと。あ、本当だ。もちもちしてる。柔らかい感じ。なんか、あ、綿のシートを組み合わせてるんですよね。で、こうやって自分で柄つけて。あ、ご自身でこれをやってるんですね。すごい。それを知らなくて、ずっとこういう既にこういうなんかちゃんちゃんこのみたいな、ちゃんちゃんことか防災席とか、はい、ああいうのかと思ってたら、お手製なんですね。これはポチ袋。あ、そうだ、ポチ袋。ポチ袋、いや、いいですね。柔らかい。あ、かわいい。これは直線で綿入れてるだけなんです。本当だ。これはご自身のブランドのタグです。あ、そうです。あ、これがまたなんかちょっと高級感が増すというか、なんか
ちょっと、言いたいものがあります。分かります。なんか、さらに、ね、なんか、いいものっていう感じの。そうめっちゃ分かります。ちょうど話してましたよね。つけたらね、いや、これはめっちゃいいと思います。ね、タグめっちゃいい。めっちゃ可愛い。おお。なんですけど、なんか日常店なんで、なんかテーブルに乗っけて、なんか花瓶にお花さしてる方が日常の風景っぽいなと思って、日常にあと溶け込みそうな、なんかベージュとか緑とかなんか青とかにしてみて、今回はちょっと、いや、このテーブルがちょっと大好きなんですけど。嬉しい。このテーブル、これもだけど。いいよね。あとこの余白もすごいいい。なんかちょっとやっぱ写真も撮るの好きです。ああそうだね。ちょっと写真的構図だよね。ちょっと端に寄ってるのも可愛いかなと思って。確かに可愛いですね。なんか右端が良くて全員右端なんですよ。なんか分かんないけど左がし、まあ、右利きだからかな。なんかしっかりこなって。めっちゃこれもめっちゃちっちゃいのにめちゃくちゃでかい花だから本当だったら絶対コテっていくんですけど、あまあ絵だから絵ならね。ジンめっちゃいいじゃないですか。めっちゃ可愛くないですか。これ初めて、うん、あのジン作るってなってたんですけど、なんか何回か試し釣りして、うん、多分あこのモードがいいと思ってこれでどんどん吸っていて、いやいいわこの感じ。これ何だろう、すごい合ってるよね。なんかね、なんかいいですよね。真っ白よりもこれの方が合ってる感じがする、うん、そうですね。なんか白も試しましたし、グレーにもやったんですけど、うん、このみざらしクラフトが一番好きで、いやいい、うん、もう定番のね。定番、あこれ腕よね。うわそれめっちゃいい。やばくないですか。なんか メタリック、あ そうなんです。なんか塗料みたいな、ちょっとキラッとしてること、うん、ここも蛍光塗料で描いていて、うわめちゃめちゃいいっす。めっちゃ可愛くないですか。なんかこっちは紫のとこだけメタリックで、ここだけ蛍光にしてて、でみんなって、私がポラロイド分解、これが正規のポラロイドなんですけど、そうですね、この上のウィンがシャーッと出てきて、でこれを切り取ったのかな、これを端を切ってペリッとやると乳剤が乗った素材が出てくるんですけど、それをこうお湯に浸すとその乾燥した部分だけ浮き上がってくる、エマルジョンリフトっていう手法があって、手法なんですね。だいぶ、まあ、古くから公式の人があるぐらい、ね、あ、サイコで撮ったんですね。サイコ日が出る前に。独立おめでとうございます。小山さんです。小山です。シャッ、本当にこだわりがある感じ、和紙ですよね。余白をつけたり、いやこれすごいね。こんなこっちに来てる感じ。飛んできそう。すごいな、飛び出してきそうだもん。すごい。なんか東京にある。ああ。見ました。撮ってましたね。こういうのやばい、ほんとこの共感、共感しかないです。見ちゃうよなっていう、ね、こんなの表紙は描いた、私がフィルとお家の間に挟まってる、ほんとにいい感じの。こいつも描きました。あ、いいで
社とか、なんか放し飼いになっててあるゲージの中だとこれめっちゃでかい鶏サイズぐらいなんですけど、めちゃくちゃ腕とかに乗ってきて、あ、結構寄って取った感じなんですね。私が支えて取って早くみたいな、こういうこれも腕に乗ってきて、すごい近いぞそう、めちゃくちゃ近い。フクロウもね、なんか檻みたいに柵がないから取りやすそうなんですよね。うわー、いかついなめっちゃ怒ってるあー、綺麗。これもめっちゃ近くにいて、グッズとかも色すごいなね。改めて見るとめっちゃ綺麗ですよね。うわー、すごいこれちょっと気持ち悪い ね、どう進化したらこんな配色になるんだよ何があったらこの配色って進化していくんだろうねいや、ほんとに久しぶりですか、子さん。お久しぶりでもないですね。2週間ぶりぐらい。まあリソグラフ印刷は変わります。だからプリンターって CMYK で4色でこんなってるんだけど、リソは1色1個ずつカートリッジ。だからピンクにしたかったらピンクのカートリッジを入れてガチャンって吸って、2色したかったらピンクを抜いて緑を入れてガチャンって吸って、そのスクリーンみたいな、そう自転車なんだ。池尻大橋まで。ああいう感じで、髪長くて。ありがとうございます。さあ、というわけで展示から帰ってきまして、完全に、続婚でございました。久々に紙雑誌熱が蘇ってきたのと、こちらがね、お二人の展示の記念のジンですね。フォトジンっていう感じで、これは写真家の、ね、旦那さんの小山さんですね。の、まあ、フォトブックっていう感じで、一見とかね、ほんと東京の街を歩いてるとこういう発見がいっぱいあって、そう、もう不意に現れるこういう植物とかね。ちなみにこれあの、シティボーイっていうらしいです。まあそういったフォトブック写真集と、こちらがね、本屋さんの方で販売していた、ニュートラルカラーズという、ブックですね。こちら本屋さんで販売していた雑誌です。これもね、普通の本屋さんに置いてないでしょっていう、見たことない、雑誌なんですけど、まあ全然最近本屋さん行ってないんで、もしかしたらもう普通に販売してる雑誌なのかもしれないですけど、特典でトートバッグいただいちゃいました。いや、これですね。これまたね、すごいんですよ。この、まあこの、僕もともとね、写真撮るのが好きで、写真、作家業をしていた時期もあったんですけど、普通の雑誌だと思うじゃないですか。読んでいくとやばいですよ、この。もうどんな表現っていう、この、なんだろう、こういうページであったりとか、あんまりこうね、ちょっと、販売してるものなんで、あんま中見せすぎちゃうとあれなんですけど、タイポグラフィーとか、なんかこういうね、特殊な印刷技法であったりとか、見せ方がね、ほんとどれもすごくて、うん。で、昔ね、こういった、表現法をするね、そのカルチャー誌というか、アートブックとか、すごい昔大好きで、もう特に学生の頃は、本当にドハマりしてて、もうフランスのパリで、丸一日そういうアートセンターに、長居しちゃうぐらい好きだったんですけど、もうその熱がちょっと久々に込み上げたよ。そんなお店でした。もうめっちゃいい空間でしたね。これも後でじっくり読ませていただきます。
もういいですね。もうこれあのもうお店で何枚かこうちょっと写真見ただけでもうあこれ買うってなっちゃって、そうでね、もうこの辺とかも、ね、もうすごいですよね。もうもはやアートブックっていう感じなので、もう早く読みたい。うわーすごい。というわけで今回は、友達がやっているグループ展にちょっと遊びに行ってきたというちょっと緩い Vlog なんですけども、見ていただいた方ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。